嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。声のトーンで分かる通り、今回は怖い都市伝説をお送りしました。結構知ってる人がいないであろう恐怖に満ち溢れた回でございます。本日のディベートは私、制御をお送りさせていただきます。おい、名字こういうの嫌いなんだよ、本当に。そんななりなのにな、お前全部ギャップやな。でも俺アナコンダだけは好きだから。なんでだよ。この画像をご覧ください。標識にびっくりマーク、はいはいはい、これ見てもらっていいですか。はい、びっくりマークですね。初めて見たでしょ。初めて見た、はい、何それ。標識にまつわる怖い話なんですけど、はい、標識ってあるじゃないですか。ありますね。40キロまでとか、うん、ここには駐車できませんとか、うん、まあいろいろあるんですけども、ごく稀にびっくりマークの標識が存在するんですね。びっくりマークだけですか。びっくりマークだけです。今ちょっと探している途中なんですけど、まあ見たことないんですけど、まあ一応、まあ、どっかにはその標識近くにあるって人もいると思うので、まあその意味をねちょっと教えようかなと。意味、これ実はその他の危険っていう意味なんですね。何が怖いかって言いますと、これそれ以外の標識である程度全ての危険にまつわる標識がもう作られてるんですよ。ああ、まあ確かに。なるほど。鹿とかがあるぐらいですかね。そう、もう言っちゃえば亀が出てくるとか鹿が出てくるとか、そういうのがもう細かくあるので、その他って何だと。ああ、なんだろうね。そうだって。大丈夫。え、その他。ヘビある。沖縄とかに。ヘビは、ヘビ注意。なんとその他の危険のその他の部分、はい、幽霊注意。えっ、おい、そんなことある。いやいや、それは幽霊注意。幽霊注意って直接書いちゃうと、あ、まあ、確かにおかしいか、びっくりしちゃうし、そんなことありえないと、うん、あ、そもそも幽霊を肯定してしまうことなんですよ、もう。あ、国が。確かにね、それはできないと、うん、いうこともあり、 その他っていう意味でびっくりマークにしてるんですけども、その幽霊以外にまつわる危険がもうほぼ全部標識化されているという。確かに、話そうだよな。怖っ。え、じゃあそのびっくりマークがある標識は幽霊出る場所ってこと。幽霊が出る、もしくはもうそれに関するような急な怪奇現象、正体不明の事故が多すぎると。ほう、うわ、うわ、あるな。いや、昨日ドライブしてて、あれあったよね、ドライブでね、恭平とノリと俺で。え、あれそうやったの。あれでしょ。じゃあ、マジ、あれ以外あれでしょ。え、待って、うん、いや、普通に曲がり角みたいなとこやったから。そう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 。あれなんなんやろな、みたいなって。え、びっくりマークあった。うん、見た。なんか一応2種類ぐらいあって、びっくりマークの下に補助標識で、この文字が書いてあるやつはそれに対する注意らしい。なるほど。え、なんもなかったよ、ね、なんもなかった。びっくりマークの上にその別の標識としてなんかクネクネしてるから気をつけてって。で、その下に、その下にちゃんとこのでかいやつ。やばくない、だってクネクネ注意してんだよ。うん、うわ、なんだよ。それ以外何に注意。あ、お前ら見ちゃった。え、見たの。やば、え、見たの。どういう道があったの。どういう道があったの。え、だから本当にね、でもね、怖い感じだった。まあまあ普通の道なの。普通の道で、左側結構木とかいっぱいあった、うん、木とか林みたいな。雰囲気は、雰囲気今結構極限までね。これはやばい。みんなびっくりしたから、ね、いや、俺もちょっとびっくりしたから、ね、びっくりマークの標識近くにある人は気をつけてください。怖っ、怖っ。信じるか信じないかはあなた次第です。昨日見たとこもそんな人里離れたようなとこじゃないよ。だからそこで人が死んでしまって、悪霊としてまあいろんな事故を起こしてしまって、結果まあびっくりマークとして注意喚起をしている。うわ、マジ、マジでそんな標識立てる人の気が知れねえけどな。え、だから正体がわからないのに事故が起きすぎちゃうから、何かしらで注意喚起をしようっていう意味で。ああ、なるほどね。なんならもう心霊スポットのあのマークでもあるかもしれない。そうですね、逆に言ってしまう。よし、今度行こう。今日だね、ワクワクしてるから。マジかよ、俺怖いな。今度探してみつけ次第、じゃあ動画にしようと思います。やった、行こう。くれぐれも皆さん、びっくりマークにはお注意ください。怖いわ。怖い終わり方しました。